配信を開始しました。金曜日という不吉。とはいえ、今回は前哨戦のようなもの、決戦はまだまだ先だ。これうちの米宛ての米で間違っとらんのかな。はい、こんばんは。何するんだっけかな。あ、そうそう、とりあえずここ行かんといかんのか。で、確かここの辺りに、あれ、こっちじゃない、ここ新聞がね、あるんですよね。県南部の山中で児童4人が午後9時を過ぎても帰らないと届け出があった。神隠し。列縄の儀、新報でいいのかな、行われる日、これ12月13日なので、まあ、これを合わせますね。これ0123なので12月13日、一応この間ここまでやって終わったんですよね。オープン、練習しとかんとな、こうか。体力きついなぁ。アイテム使っとくか。あそこになんかある。か、あー。なる。撃者。富武フラッシュ。万葉が回復ありがたいな。
上向いてるんか。部屋の奥から強い霊力、マジで。ちょ、なんかおる？何がおりますの？別のところで映ってたやつじゃないのかな。怪しい。この辺り一緒。ここだよ、劇者。奥へ誘う女。強い霊力は消えたようだ。ほえってるか分からんな。ちょっと待って、奥ってただいまですの。はい、お帰りですの。奥ってどうやって行くの？これ普通に登ればいいのかな。ゼロをやってるよ、ゼロを。ちょっと待って、勝手に登ってるんだけど、このミクちゃん。なんで登った？なんかある。この子もね、お兄さんがどっか行ってしまったので。あ、74式フィルム。最初のですね。そう、一番最初のやつ。懐中電灯の光を反射して光っている。あ、霊石。これやった？一番最初の結構難しいらしいんだよね。自分一発目が Wii でやったんで、あのリモコンに慣れてしまったんでね、ちょっとすごい違和感がある。じゃあ一回セーブ帰りたいんだけどな。篠山鬼神になると聞いて。はーい、大志さんもこんばんは。やりましたの。あ、全部やった？いけた？回復大丈夫これ？そうだよ、篠山鬼神というかね、富武だよ、富武。で、ここ何すればいいの？なんか手がかりをね、探しに来たのだけれども。もう帰っていいのこれ？フリーのカメラマンさ。富武フラッシュ。これね、奥にね、呼んでるって言われたんだけど、奥ってどうやって行ったらいいのこれ。あ、これフィルムがあった。これアイテムあるけど反応してないね。変わってるところは見当たらない。何も入ってない。ちょっとゆっくり探索していこう。なんかあるかもしれん。あ、古い新聞記事。そう。神隠しにあったと噂された少女が地元の男性の手によって発見。他の3人はまだ行方不明。この少女の両親は行方不明になった翌日から姿を消している。あ、なんかおる。いた。
よし、行ったんじゃない？すごい操作がね、難しい。一発目、最初のこのゼロ。前写真に写ってたのってここじゃないんだっけ？なんか、通れない道があって、そこに多分ね、この、上から行くってこと？あの奥のタンスが怪しくて調べたいんだけど。調べられんね。何も入ってないでしょ。じゃあ一回帰っていい？これ、あのね、タンスを見たいんだけど。あれ、これこれ、ちょ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 、これね、これ邪魔でしょ。一回帰ろうか、帰ろう。セーブしに帰ろう、セーブしに。あ、自分フラグ立ててないのかな。逆。写真撮ったつもりだったんだけどな。ね、ここがね、めっちゃ反応するんだよね、ここ。あれ、あ、いけるようになったのかな。あ、いけるようになっとる。あーあー、そう。ちょっとセーブしに帰ろう。それなんかない？ここ赤いの。うん、壊れてる。よっしゃ、セーブ。じゃあ先進もう。あれ、どこだっけ。チーズ。血が、これ血じゃないですか、これ。わ、コントローラーめっちゃブルブルしてるよ。ちょっと待って、どこにおる？見えない。ん、どこだ。あ、おった。どこか別の場所。ヒント的な何かだね。わ、結構外怖いね、これ。まあ、怖くないけど。ちょっと待って、これなんか映ってない？これ。ほらほら。何？え？
消えた。あ、なんか落ちとる。ミキちゃん拾って。黒い手帳の断片。9月13日、ともえくんの容態は悪くなる一方だ。震えが止まらず、何やらしきりに同じ言葉をつぶやいている。心霊現象かどうかはとにかく、早くこの屋敷から出た方が良いだろう。ともえくんが動けないので、とりあえず私一人で出口を探すことにする。このまま待っていても誰も来てはくれまい。ずっとこのね、青いのがね、反応はしてるんだよね。やっぱ取るんかな。あ、ここ。あ、これあの人形のところ。わ、ムービー来た。ムービーじゃなかった。わあ、こう。あそこになんか落ちとるね。お堂の階段にカセットテープが置いてある。赤いラベルのカセットテープ。ちょっと聞いてみよう。あ、相関図。あ、相関図だいぶできてきたんじゃないのと思ったら、これ一人だけだった。赤いテープ。赤いテープ2ってことは1がどっかにあったんだろうな。お晩ですよ。はい、まーちゃんこんばんは。じゃあどうしようかな。ゆくちゃんどうする、これなんかどっかになんかあるね。ここになんか光っとる。なんかノイズがね入ってる。柱の鍵に何か光るもの。ああ鏡石、これ身代わりになってくれる石で、こまだ青いんだよね。なんかあるんだろうな。でね、微妙にノイズが、ほら、ここ、ほら。すごい。忘れてるダブル全般的なストーリーしか思い出せん。マジで？苦痛に歪む女。わあ、これ出てくんじゃないのこれ。大丈夫これ。あ、ノイズが止んだ。結構忘れるよね。これだいぶ前でしょ？リアルタイムでやったのかな？あ、あそこもなんかある。結構難しかった？ほら、ここ光っとる。あ、霊石。わ、シャリンシャリン待てっとる。もうここ取った？取りました。帰ろ。一回帰って。はい、みくちゃん帰ろ帰ろ、こんなところ。そそりあたいでやって最初同じとこぐるぐるしてた記憶がある。マジで？カメラワークもあんま良くないよね。昔のほんとバイオっぽい。あ、自分ここかと思ったんだけど。カメラアングルが微妙に
固定だからね、このカメラアングル。これちょっとやりづらいかもね。何が映ってたっけ？今撮ったのどれ？理由が聞かないからこその恐怖感ってのもあるんじゃない？まあ確かにそうだね。こう思うようにいかないからこう慌てるみたいなね、あたふたするみたいな感じのあるよね。それでこうなんていうの？あたふたして焦るみたいなねのはあるよね。ひな人形どこだろうね。もう一つ、自分ここかと思ってたんだよね。ここいっぱい並んでるの、これひな人形じゃんと思ったけど違ったね。あれどこだっけ。もう一回最初から回らないといけないのこれ。嫌なんだけど。まあ、近いとこから回っていくか。ここはなかったもんね、ひな人形。もういいや、行ってみよう。全部回ればなんとかなるだろう。よっしゃ、みくちゃん探索探索。お、なんて？え、なになになに？入れなくなった？あ、入れる。ここはさっきのタンスの部屋でしょ。まあざっくり見ていって何もなかったらもうちゃちゃっと次行っちゃおう。 なさそうだよね。こうひな人形のとこ探そう。ひな人形これ自動ドアだからね、これ。ほら、閉まってる。ここも何もないんだよね、ほら。髪の毛がね、巻きついてる。怖いですね、これ。外見れないし。ミクちゃんなんでこんなとこ一人で行ってるんだろうね。友達いないのかな。モチさんと一緒だねこれ。どっかの小部屋にあったような気がせんでもないな。どっかの小部屋にあった。わら。だってミクちゃん一人だよこれ。まあ、一個一個探していったらどっかあるっしょ。小部屋、この上かな。さっきのひな人形でしょ。ひな人形がいっぱい並んでる。ミクちゃんだ、多分ぼっちでしょこれ。かわいそうに。記憶違いかもせんか。わら。まあまあずっと見ていこう。かわいそうミクちゃん。こんなに可愛いのに。ここ。え？ブラコンのぼっちって。わら。本当やね。こうやで、ね、これお兄ちゃん探しに来てるんやもんね。お兄ちゃんの手がかりを。階段だ階段。階段どこだっけ？階段で上に上がらんと。よいしょよいしょ。これだこれだ。あ、なんかおるね。はい、こんにちは。終了まであと5分になりました。ちょ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 。
ああ、ちょっと、うわあ、ちょっと今、ああ、よかった、鏡石持ってて、持っててよかった鏡石。いや、押してるんやけどね、きっつい。ちょっと逃がして、ちょ逃がして、逃がして、壁はめ、わら。いや、ほら、押してるよね。結構ベストショットで押してるつもりなんだけどね。自分の中では。ドンピシャで、のタイミングで黄色で押してるつもりなんだけどな。あれ遅いんだろうね。遅いのかな。あ、これどこ？これわかんないんだけど、これ。結構シビアだよね、一番最初のこのゼロシリーズの。月ハミの仮面は途中一箇所だけきついかなと思ったけど、あとはそこまででもなかったもんね。どっちでもいいのか、こっちから行くか。よ、一番最初にやったのがこれだから。ほんと、後が楽だったでしょ。多分これきついよね。あれ？いないよ。あれ、ランダムなの？これでも自分フラグ立ててない？結局アイテム拾うときが油断してるとビビる。あー、手が出てくるやつでしょ。あれ、自分フラグ立ててない？これ、さっきのが出てこないよ。あれ、さっきのランダムのやつ出てこないときがあっても大丈夫なの？何にもない。ひな人形、終了まであと1分になりました。ほんと、ひな人形を探したいんですけど。わ、ちょっと待って。おつおつ、はい、おつおつ。あー、ちょっと、おつなのの、おつです、おつですよ。アイテム使っとこう。よーし、ゼロショット。あー、怖くないですけどね。
これはさっきのやつかな、多分。セーブに変えろ。この辺りセーブあったよね、どっか。配信を開始しました。確かね、この辺りにねセーブなかったっけ。はーい、まーちゃんこんばんは。あれ、なかったっけ、セーブ。セーブもないし、人形も何もないんだけど、あれ、ひな人形どこだっけ？ちょっとこれまた霊来られるとまずいな。死ぬな、松さん。こうでしょ？んで、こう行って、ここ多分セーブがあるんだよね。そうそう、ここここ。よっしゃ、ここから。とりあえず、さっきの例はね、倒した。夏の夜といえばホラーですの、ただいまです。はーい、お帰りですよ。そう、暑いからね、蒸し暑いから、これ見てみんな涼しくなってね。体力きつい？きついね。これ、ブッパもらいすぎとる。これ、フィルム。37式。これ、いいんじゃないの？これ、ちょっと使っといて。じゃあ、とりあえずね、ひな人形探します。ひな人形。あ、どっから行くかな。こっち側行ってみようか。この辺り、あ、この辺りにあったような気がする。若干思い出した。よし、行こう。行くでしょ、こう行って、でね、違うね、ここじゃない。あれ、ここかなと思ったんだけどな。じゃないのか。で、ここさっき見たもんね。あ、で、ここは入れなかったところなんだよね。あとどこだ？
ちょっとランプ邪魔。また市場があるかなハートに汚侵食されてるから消しとく。あ、本当にありがとう。アルカナハートなんだろうね、いつも。謎だね。謎のアルカナハート推しよ。別に何もないけどね。血がついとる。なんかね、強いこいつ。うふ、よっ、よし来た。ゼロショット。なんかある？ここめっちゃ多いんだけど。ここほら、ちょっと待って、普通のフィルムにしよう。ここほら青いっしょ。何かが反応してる臭いんだけど、わかんないんだよね。ここまだってこと？ほら、ここ反応しております。多分、ああ、ちょちょちょ、どこだろうな。これじゃないもんね、多分。この鏡じゃないんだよね。ノイズも入ってるからね、多分この辺り何かがあるんだと思うんだけど、何があるのかが全く分かんない。後ろ入れんもんね。ここ裏。めっちゃ気になるんだけど。帰ろう。ここでもな、どこだろう。
ここ一通り回ったっしょ。ここは行けないんだよね。なので、ここから上行くしかないもんな、もう。そうだよね。まあ、とりあえずじゃあ上戻ろう。逆だった。どっか見逃してんのかな。こっちは何もないもんね。ここは何もないんだよね。何も入ってない。うわあ。よし、いいね、いいね。カメラパワーアップしたいのだけれども。ちょっと待って、ここ行ってないところがあるっぽい。自動ドア。あ、ここ来たか。ちょっと待って、なんか人影なかった今。あったよね。誰かいたよ。自動ドア。今確実に隣にいたと思うんだけど。部屋の中が見える。書斎。わかないでしょう。お、なんで？なんでこのアングル？あ、結局下に戻ってきたね。あ、じゃあセーブ変えろ。どこだろう。
あ、ああ違った。今見てもどこも同じ場所に見える。ねえ。わら。自分やってるからなんとなくわかるけど、結構雰囲気が似てるから迷いやすいよね。あ、ちょっと待って。ここ行ってないところがある。行けないというか行けてないところ。あ、壊れている。壊れてるんだ。あ、ここ覚えとかんとね。ここも多分後々来るんだろうな。これ。とりあえずここは全部行ったよね。あ、ここ青いところがある。ここ緑、ここ行ってみようか。ここ行ってみよう。あ、緑っていうかさっきのところか。位牌が倒れとる。ドキドキしてるんだよね、これ。OK。あ、もう一回撮ってみようか。あ、これさっきの仕掛けじゃないのかな。さっきの仕掛けで、でこれがひな人形でしょ。ちょっと待って、これさ、さっきの位牌があったところって、これもともとひな人形があったとかじゃないの？違うかな。うわ、激写。あ、進んだっぽいような気もしなくもない。うわ、霧が濃くない？これなんかいそう。あ、カセットテープ、カセットテープ発見。まあこれあれかな、カゲロウの拷問水車かな。
わあ。あれ？これってあの先生じゃないの？先生が知ってるっぽい人。赤いテープさんは、赤いテープさん取材用と書いてある。ちょっと待って。赤いテープどっかで取り損ねてる。はい、再生。次枠予約を無効にしました。なんかいっぱいキラキラしてるね。あれアイテム全部。宝の山だ、ここ。と思っ。と思ったんですけれども。はい、そろそろね、時間なので、一回帰ります。はい。セーブします。じゃ、とりあえず、ここの先進めそうなので、次回はここから行こう。オッケーオッケー、ちょっと進展した。今日も1時間だいぶそこそこいい感じで進んでいるのではないかね。ここほら、なんかいるっしょ。なんかおるよ。ちょっと待って。なんかおるって。なんかおるよ。なんかおるおるおる。ダメ。ここここここ人形があったところとかじゃないの？違うのかな？いや、ちょうどいいぐらいした時間ね。よし、じゃあ次回はここの先、ここ道が開けたので、一応ここ行って、で多分あとあと多分ここの仕掛けと、あと人形多分どっかにあるはずなので、それを探していこう。どうだったけね。まあ思い出せない方が楽しめるか。そうそうそう。ああ、そういえばって多分思い出すかもしれん。よし、オッケー。よーし。はーい。じゃあ今日はね、一応ここまでにしておこう。